はい、村金スキングです、本日もご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけれども、スキーとブーツの相性についてですね、ちょっとお話していきたいなと思います。まだね、チャンネル登録してない方についてはチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ、そこからこの動画先に進んでいってみてください。前回の動画でもご紹介したんですけれども、初ベルに使うギアの紹介ということでね、動画で説明したんですけども、レッドスター S9i Pro の2019年モデル。で、ブーツはね、先週も今週もこのレッドスター SDI の150というブーツを使ったと。ということは、ブーツは先週と今週一緒で、スキーをね、先週と今週で履き替えたということになるんですけど、今日履いたのはね、こちらのレッドスターの S9i Pro 2020年モデル、今シーズンのモデルを履きました。なのでそれぞれの組み合わせで滑ってみて、雪質とかね、斜面とか違う部分はあるんですけども、シャドウ感的にはね、ほぼほぼ同じぐらいのシャドウ感の斜面を滑ってみました。でそれでね、結構滑ってみてもね、違いがあったんですよね。ちなみにですね、こちらにあるブーツ、これはね、シーズンまで入ってたブーツで、レッドスターワールドカップ170と、150より170、20、数字が上がってるということは、それだけシェルの硬さが、硬いというかね、先シーズンずっと入ってて。ということは、先シーズンはこの170と S9i Pro の、2019年モデル。でそのセッティングで滑ってたということです。 SDI の150、これをメインのブーツに据えて、でなおかつこのスキーは2020年モデル、前回の動画でも話したんですけども、サーボテックがついている2019年モデル、非常にこう張りのある、中端までしっかりとハイスピードまで、カバーできる板。それに対して今シーズンの2020年モデルについては、どちらかというとショートターン専用機というかね、サーボテックがついてない分、ショートターンに非常に特化した板ということで、それぞれ違いのあるスキーと硬さの違うブーツと、結構ね、細かく見ていくと、特徴的には意外に大きい部分があるのかなと。ちなみに、アトミックの上位選手というかね、今日も一緒に滑ったんですけど、武田龍とかは SDI じゃなくて TI を、よく履いてるということは言ってました。僕はね、TI より 2mm ラストの狭い、93mm ラスト、この150の SDI を使ってます。はい、ということで、先週と今週の使用した用具の組み合わせ、それについてちょっと最初にお話しました。じゃあここからはですね、先週撮った、映像と今週撮った映像、今週というか今日ですね、今日撮った映像をちょっと見比べていきながら、フィーリングも踏まえてお話していけたらなというふうに思います。はい、早速動画の方を見ていきたいなと思います。はい、じゃあ早速ですね、先週のまず滑りからちょっと見ていきたいと思うんですけど、先週はですね、札幌国際スキー場で滑ってました。まずね、ちょっとこの映像を見ていただきたいなと思います。斜面はね、非常にゆっこく緩い斜面で、林間コースですね。で雪質はね、結構サラサラしていて、滑りやすい雪だったと思います。撮影しているのは、今、よく使っている、インスタ3601R というね、これ360度カメラなんですけど、非常にこう使い勝手がいいというか、プレイヤーをこうトラッキングして、編集の段階でトラッキングするんですけど、ちょっと使いやすいですね、このインスタ3601R。最後ね、中斜面で、ゴールしていくというような、動画になっています。
でですね、はい、この時はね、スキーがレッドスター S9i Pro 2019年モデルと、ブーツがレッドスター STI の150ですね。スキーが去年ので、ブーツが今年のものと。で、スキーはね、さっきも言ったんですけども、非常にちょっとこう、張りの強いスキー。サーボテックが搭載されている分、ちょっと張りが強い板。に対して、さっきのブーツでもお話したんですけども、先シーズンまで使ってた170に比べて、今シーズン150ってね、少しシェルの硬度が柔らかいブーツを使ってるんで、強いスキーと若干弱いというかね、柔らかいブーツという組み合わせになってます。で、僕もこれ滑ってて結構思ったんですけど、ちょっとね、スキーの張りに対してブーツのこの要はこう柔らかさがちょっと際立ってしまうというかね、ブーツのスキーの反応に対してブーツが少しこう遅れて反応してくるようなちょっとイメージだったんですよね、うん、シャドウが出てくるところの滑りなんですけど、板のたわみがね、結構感じるまでに時間がかかるというか、緩斜面から入ってきて中斜面というところであんまりこう落下の力がもらえてない分ね、この辺でたわみが欲しいところでたわましきれなくてですね、まあブーツが柔らかいというのが、柔らかいというかね、先シーズンまで入ってた170だったらね、結構こういう中斜面で板がたわましたわみづらいところでもブーツの力を借りてね、結構押し込んでいけばしっかりブーツスキーがたわんでくれたんで、あんまりこうもたつく感はなかったんですけど、ちょっと板の強さに負けてしまったような感覚はありました、はい、なのでこうちょっと気持ちよくカービングという感じ、フィーリングにはならなかったという感じですけどね、うん、あとねちょっと滑りも全然これ、まあ、ダメだったんですけど、板がねしっかりたわまなかった分ね、切り替えから次の、谷間に入っていくところで少しこう体の落とし込みが早いというかね、体が内側に入っちゃうのが早すぎて余計板がねたわまなかったっていう感じ、もう少しターン前半に次の外スキーだから山スキーの方向にねしっかりと重心を運びながらためを作っていった方が良かったと思うんですけども、スパッとこう解放しちゃったっていうね、たわみから次の切り替えに向かっていく時に重心の位置がねスキーを先にこうスパッと追い越しちゃって、スキーをたわませるポジションからね早い段階でこう離れていってしまったっていう感じが、まあこの滑りから見てもまああったかなと思います。まあね、さっきも言った通りスキーとブーツの相性っていうのが結構ねあって、スキーのターンポジションがちょっと掴みきれなかったかなというような感じです。はいはい、続いてはね、今日キロロリゾートで、滑ってきたんですけども、で今日はですね、2020年モデル、スキーが2020年モデルとブーツが STI の150 と、ね、スキーはねサーボテックがついてない S9i Pro なんで非常に小回りがしやすいとか、しなやかにこうたまんでくれる板なんですけども、まあ、それに対してねブーツが STI の150で滑ってますんで、非常にこうしなやかな板としなやかなブーツということで非常にマッチングを感じることができたかなと思います、まあ、ここ緩斜面なんですけど、ここからね中斜面から緩斜面から中斜面に入ってきます。でここからはね、結構雪とか斜面は結構荒れ気味だったんですけども、スキーが自然にこう動いてくれましたね、はい、スキーと板の柔軟性がマッチして非常に滑ってても気持ちよかったですね。まあ、ちょっとねさっきの映像とは追い取りと正面からでねちょっと見え方違うと思うんですけども、このスキーの動き自体は、ね、さっきの1本目の動画よりも結構スムーズに板がたわんでるような感じに見えると思うんですけど、まあ、滑っててもそうだったんですけど、どうでしょうかね、うん、はい、
一応もう一個動画あるんですけど、はい、これもちょっと見てみますか。この辺は非常に緩斜面なんですけど、ストレスなく板が結構たわんでくると、うん、結構クルージング的に滑りましたけど、結構気持ちよく滑ることができましたね。全然板とブーツの違和感は感じませんでした、うん、スキー履いていくとやっぱ違和感感じる部分って皆さんあると思うんですけど、まあ、それがね、スキーなのかブーツなのかその辺はね、自分が滑ってるシチュエーションによって全然違うと思うんで分からないと思うんですけど、やっぱりブーツとスキーをセットでねセッティングしていかないと結構ねやっぱり滑り出してあれっていう、スキーとブーツのセッティングってね意外に試せるようでなかなか試せないですよね。まあ、試乗会ってこうスキーは試せるんですけどブーツを試せる試乗会ってあんまりないと思うんで、はい、いかがだったでしょうか。スキーとねブーツのセッティング、重要な部分になってくると思います。もう滑っててねなんかちょっと違和感を感じるなっていう時はやっぱりねスキーとブーツの組み合わせ、スペックの組み合わせなんかもねちょっと気にしてあげると違和感がね、和らぐ部分っていうのはこのスキーとやっぱブーツの、チョイスにもね、意外にこう大きな要因があると思うんで、まあ、今履いてるねブーツとスキーの組み合わせがね果たしてどうなんだろうっていうね技術練習をする前に、ね、考えてみてもいいかなと、振り返ってみてもいいかなと、まあ、確かめてみてもいいかなというふうに思います。スキー自体のこのカテゴリーってこう初級者中級者上級者に向けて大きくね3つぐらいに分かれていると思うんですけど、ブーツもねスキーの、まあ、スペックに合わせるようなねこのブーツ、まあ、足がね合う合わないっていう問題もあると思うんですけども、このブーツ自体のねこのどういったカテゴリーどういったね技術レベルの方にマッチしたブーツなのかっていうところもちょっとね深掘りしながら、ブーツ選びをしていくと意外にね滑っててこう違和感感じてる部分がこう解消されていくかもしれないんでね、皆さんが今履いてるブーツとスキーのこのセッティング組み合わせっていうのを今一度ちょっとね確認してみてもいいのかなというふうに思います。はい、じゃあね今日はその辺で、スキーとブーツの組み合わせのお話でした。はい、ありがとうございました。何か質問ある方はコメントに、残していっていただければ嬉しいです。はい、じゃあ今日はそのところ。